まだ人類が宇宙に憧れ、フロンティアスピリッツにあふれていた時代。太陽系の各惑星がテラフォーミングされ、そこで多くの人々が安定した暮らしを送っていた。この物語は、そんな惑星の一つで、あらゆる国の都市が点在する火星に作られた新たな日本の都道府県の一つ、第四東京都を舞台に、若き高校生サラリーマンたちが繰り広げる青春グラフィティである。そういえばさ、今日からうちらのクラスに来る転校生、男子なんだって。うちのクラスに入ってくるなんて、どうせ変人に決まってる。確かに君たちは、霧島コーポレーションによって選抜された、いわば特待生だ。俺の教え子である以上、エリート意識は捨てろ。転校生が人質に？現金もしくは金塊で現地に届けるという条件だそうだ。それも今日中に。俺が行く。 X2 を使う。正規のパイロットは私、素人には任せられない。予定コース上の航行禁止中域は小惑星帯なんだ。クラスルームクライシス、7月3日よりアニメイズムにてリフトオフ。